现在到了，这里就是日光赛车场。日光赛车场其实主要是以甩尾闻名哦，走行会其实是以甩尾为主，所以到处都是甩尾车，什么 S15 啊、Chaser 啊、Skyline 啊，一大堆。现在让大家看一看我讲的那个大直线，就是从这边开始，一直到看板后，然后进第一弯，所以其实车子可以加的速度非常快，这边到那边。这节车来讲，时速120、130应该没有问题，可能甚至150都没有问题吧，因为它车毕竟有300多匹，而且车重大概只有1200公斤左右。那它这样子全速丢进去的话，就是看驾驶者有没有这个实力，有办法把车拉住。那我们今天着重的重点就是在于这个第一弯。アクセルウォークだよ。アクセル踏まないと進まないから。オッケー。今のはもっと踏むべき。そうだよ。ごめんなさい。さっきの感想は？全然ダメダメ。全然ダメ？なんで？何がダメなの？なんかもう。うまくいかない原因でさ、どうやればいいのか、お前ビビっているだけ。もっと攻め込めばいけるよ。あ、太怕了啦，因为第一弯直线那个车速太快，他会怕，这很正常。啊，等于说你进弯车速要够滑进去，问题是一般人那个速度一到，没有人敢让车打滑进去，因为那很可怕。所以接下来要他慢慢建立信心，让他可以滑进去啊。そうでしょ？わかる？ワンテンポ落としていないでしょ？
船がセーフ、うん、そのおかげでだ。お前今、救援者じゃないから、立ってる船が大丈夫だ。立つともうめちゃくちゃいいでしょ。あなた大きくなったんでしょ。あの力欲しいの、お前。だから、汗を踏まないと、あの力がないよ。やったじゃん。やったよ。